ア白味噌は、静岡市など、駿河地方で生産されてきた味噌。単色系の米味噌で、麹の比率が高く塩の量は少なく、甘みや麹の方向が強い。駿河地方では、白味噌と呼ぶが、西京味噌など、近畿地方の白味噌とは、原料や製法に大きな差がある。なお、同じ静岡県内の遠州地方では、伝統的に赤味噌や豆味噌が普及していた。 原料の配合例は次の通りである。味噌の着色を防ぐため、黒目のゲル大豆などを避けて、原料を選び、場合によっては大豆を研磨したり、脱皮処理を施す。味噌を白く仕上げるため大豆は蒸さずに水にし、さらに途中で水を交換する。また、この際に塩化アルミニウムや自亜硫酸ナトリウムなどを添加して、発色を良くすることもある。米は約10%の制白を行い、 二から三時間かけて水に浸しさせた後、一時間ほど水を切ってから一から1.5時間、ふかす。種麹は麹の香りや甘みを強くするため、活発な糖化作用を行うのに十分なアミラーゼを有するものを使用する。また、味噌を白くするために、胞子の着性が遅く少ない白色系の麹が用いられる。ビタミン B2 の添加は、 栄養の補強だけでなく鮮やかな炭鉱白色に仕上げる効果もあり、水に、または食塩添加の際に加える。仕込みの際は、1から2.5時間かけて水にし、水分50から52%となった大豆を20トン程度の6尺桶に入れ、その温度を利用して糖化などの発酵を進める、いわゆる温情方式をとる。仕込み温度は、陶器で摂取45度、 カキは摂氏40度と季節に応じて変え、温度が高すぎると焦げた匂いや赤みが発生し、低すぎると熟成が十分に進まない。加温や醸造中の混合は原則的に行わず、仕込みから10日後には表面付近と中心部で摂氏20度ほどの温度差が生じる。このため、熟成後はよく混合してからこされる。腐敗を防ぐため、 加熱殺菌やソルビン酸カリウムなど防腐剤の添加が行われる。マリコ塾では藍白味噌を用いたトロロ汁が名物だった。天平10年頃の焦燥印文書には当時の駿河国で未必用や原料の大豆を生産していた記録がある。江戸時代の春国雑誌には安倍軍などで甘みのある白味噌が作られていたという記述があり、近世には藍白味噌が存在していたことが、 確認される。また、マリコ塾では愛ロ味噌の味噌汁にトロロを加えた、トロロ汁が名物となり、松尾芭蕉は、倍、若菜マリコの宿のトロロ汁という俳句を読んでいる。第二次世界大戦前までは、駿河地方の正月の像には愛ロ味噌仕立てであり、お盆にはやはり、愛ロ味噌を用いたいとこ汁を食べる風習があったが、前者は関東風になり、後者は、 風習自体が廃れていった。現代でも、イルカシルなどの郷土料理に愛白味噌は用いられる。なお、2009年の調査では、静岡県全体の味噌生産量は654トンであり、これは全国36位に当たる。ありがとうございます。